あさつきと大あまな。あさつきって出てきた時はすごく緑の色が濃いんだけど、1ヶ月もするとこんなに色が薄くなっちゃう。ちょっとびっくり。この色の薄いのがあさつきで、こっち側のちょっと緑の濃いのが大あまなで、最近すごくあちこちで溢出してる、花壇からはみ出してきてる園芸植物、なんかめちゃくちゃ増えるみたいで、 6,7 年前にはあんまり見なかったのに、最近もうどこでもかしこでもこの大あまなっていうのを見る。これから白い花が咲くと思うけど、間違ってなければ。わあ、これこの丈の低い方が浅月で、丈の高いのは水仙。色だけではあんまり見分けがつかない。浅月の方がちょっと黄色みがかってる感じ。紛らわしい。でも朝月がすごくたくさんある。ブヨが寄ってきた。ヒメオドリコソウとカキ同士、カキ同士、ヒメオドリコソウ、ヒメオドリコソウも最初若い頃はこの葉っぱの緑がこんな感じなんだけど、だんだん成長していくと黄ばんでくるというか、葉緑素が抜けちゃうんでしょうかね。黄色くなります。ブヨが